で、こっちはですね、スナップエンドですね。だいぶ大きくなりました。こんな感じですね。スナップエンドの葉っぱは、こういう感じですね。結構ですね、ツルツルしたような感じの、こういう葉っぱですね。はい。こっちもですね、結構今年もよくできそうな感じで、ここまで大きくなってます。花がですね、ここにちょっとありますね。はい、花。こんな感じで花もいくつか咲いてますね。はい、こんな感じの花です。はい、こんな感じですね。まあちょっとアスパラありますけど、これアスパラですね。はい。まあこんな感じで、スナップエンドウですね、サクサクの食感で美味しいので、味噌汁に入れると最高ですね。炒め物にしても美味しいですね。はい。やっぱりちっちゃいうち、まだ薄いうちにですね、取ってシャキシャキのうちに食べるとですね、炒め物でもサラダ、マヨネーズなんかですね、つけながら、からしとか入れたりして食べるととても美味しいです。はい。